ピックロールとは、バスケットボールのオフェンス戦術の一つ。ボールハンドリングしているプレイヤーをマークしている、ディフェンダーに対しスクリーンを仕掛け、ディフェンダーのマークを遅らせ、ボールハンドリングしているプレイヤーの移動の自由度を増すとともに、スクリーナーが方向転換し、ディフェンダーの進路を塞ぎ、自らのフリースペースへ動き、パスを受けるプレイ。スクリーンロールと呼ぶこともある。 チームプレーとしては最も多用されるプレーの一つである。カーク・ハインリックのためにトニー・パーカーにスクリーンをセットするトレバー・ブッカーどちらの場合もパスを受けたプレイヤーは自由にドリブルやもしくは残りの選手にパスして攻撃を展開させることができる。ペイントエリア付近ではそのままショットを放ちゴールにつなげることができる。 したがって身長が高い方がリーチなどの面で有利であることから大柄な選手が得意とし、主にセンターやパワーフォワードがピックロールの役割を担う場合が多い。パスを出すプレイヤーはドリブル、ペネトレート、パスの能力が必要とされるためポイントガードが多い。またピックの際にディフェンダーのスイッチによりセンターをガードがマークしたり、 ガードをセンターがマークしたりする体格、スピードによるミスマッチを起こすこともできるので有効なプレイである。ピックロールから派生したプレイにピックポップがある。スクリーンの後、バスケットに向かってロールする代わりにフリースペースへ移動し、パスを受け、ジャンプショットするプレイである。NBA でピックロールの名コンビといえば、 1990年代のユタジャズのジョン・ストックトンとカール・マローンや近年ではサンアントニオ・スパーズのトニー・パーカーとティム・ダンカンであるチームの戦術に応じて使用される割合は変化する車椅子バスケットボールでは二次元方向の動きが重要となることからディフェンダーをスクリーンにかけると数的有利が生まれるなどメリットが大きく基本となるプレーであるありがとうございます